大分県立日田高等学校は、大分県日田下島2丁目にある県立高等学校。普通科を設置。略称は、日田高である。地理的な関係から旧山国町、東峰村から通学する生徒もいる。同校の特徴は、学業と部活動との両立であり、部活動では、ボート部や剣道部や弓道部が、全国大会にしばしば出場するほか、野球部は、甲子園に一度出場経験がある。一方で、文化部では、科学部、音楽部、放送部が各種コンクール、大会において、九州大会や全国大会に出場することが多い。また、2006年には、登山部が県大会で初優勝し、全国高校登山大会を兼ねたインターハイに出場した。文武両道の精神は、これらの部以外の部、また、非部活動生の中にも、クラスマッチや体育大会などの学校行事を通して根付いている。2011年に文部科学省よりスーパーサイエンスハイスクールに指定された。大分県下で2校目。それにより2003年に SS クラスが設置され、課題研究などに取り組んでいる。校訓は、剛健、積極、明朗。校章は、太陽の中に住む三本足の金の鳥をかたどったもので、中国の古い伝説、金烏玉斗に由来している。教育基本法の精神にのっとり、剛健、積極、明朗の校訓のもとに、自主性、創造性の資質を養い、民主的な国家及び社会の形成者として、心身ともに健全で豊かな人間育成を目指す。2年時の12月に修学旅行がある。行き先は東京、長野である。2年時に SS クラスに進む生徒は1年生の1月の終わり頃に筑波研修旅行がある。そこで最先端の科学について学ぶことができる。2年時に SS クラスに進んだ生徒は10月頃に国内研修または海外研修がある。海外研修ではマレーシアで研修を行う。ありがとうございます。